なんや、さっきからしつこく煽ってた黒セダンが出てきやがったな。ほう、この大型トレーラーの俺の前に入るとは上等だ。ブレーキは不満ぞ。徹底抗戦弾にゃろ。ああ、負けへんぜー。完全勝利。トラックの質量なめんなよ。左側面の大規模損壊。やったな。大型なめんじゃねー。左フロントタイヤがガタガタ。ワンチャンシャシーへのダメージ入ったかもだぞ。だとしたら廃車か高額の修理費？ざまあ。よ、話題ソーシャル時代、海外式で行くぜ。カーボン調がお届け。何の音だ？オーマイガー。何してんだあいつら。悪質割り込みの末路っすね。日本でこれがニュースになれば面白いのにな。危ない、ぶつかるぞ。なんとか離脱してくれまして、こっちにぶつかるぞ、これやでー。まあ高速上での急ブレーキはリスク高いもんな。後ろから追突されるリスクを忘れちゃいけません。うわー、あったのかだー。落ち着け、ただの光の反射だ。え、じゃあ UFO 写った写真は？全部 CG かレンズの傷だ。ノーン。じゃあディズニーランドは。お前やばくね。あ、わー。パート2。パート2ってなんやねん。車は急には止まれない。大型に割り込む奴、みんなにこのリスクがあるってことだな。さて、右に出口がありますが。あ、この黒セダン出る気や。割り込みそうだ。後ろが激重トレーラーだから命がけです。ブレーキ危ねえ。何考えてやがるんだ。これからは出口前では急な横切りに注意せねばならない。大型トラックを何とも思ってない人多いよな。追い越してくのが一台。謎のブレーキングで危ねえ。あかん、これ。うわ、あいつ無理やり降りてったぞ。あれが一般人の運転かよ。大事な車で走っちゃダメですね、こや。さて、今度はかなり空いてますが。先の方に降りる車線が見えるな。ええ、前のアウディも出るつもりのようですが、車間開けてくれてるし問題ないのでは？ああ、何か起こる感じでもないってブレーキ踏んでね。危ねえ。ほ、避けられた。意味わからないっすね。ああ、マジで骨まで潰されるぞ。今度は車線が減るようですが、左後ろはちゃんと見たのかな？うむ。まあ問題なく抜けられ。赤ポール、下せぬ。急ブレーキ攻撃でもしたのか？数台前でなんかあった可能性も。後ろで追突事故が起こるリスク考えろよな。それすらわからずブレーキ踏んでくるやからはバカってことでオケ？何にせよ、そういうやつに限って事故に巻き込まれない。交通事故って悲惨だわ。赤ポール君も悲惨させられちゃいましたからね。謎の伏線回収やめろ。さて、むっちゃ強引に入ってくるピックアップ。ぶつかったか？危ねえ。なんやこいつ、距離感もわからんでピックアップ乗ってんのか？荷台の荷物全部盗難されちまえ。地味にやられたらうざい呪いかけてんじゃねえよ。となるときは、カーオーディオを消して窓を開けましょう。謎のうんちく話やめろや。そして前で急ブレーキ踏んできやがる。なんとか止まれたか。大型トレーラーになると、総重量が荷物次第で10トンくらい変わることもあるんでしたっけ？重さはブレーキの効きと潰すエネルギーに直結するからな。高速でうかつに急ブレーキして突っ込まれたら、本当に骨まで潰されて発見されるかもな。何せこの速度の伸びですからね。この怒鳴り具合なら床抜けそうなくらいアクセル踏んでそうですが、ぶつけて潰すゲームやってる気がしてきた。この破壊的衝動はまずいやつや。ってまた来やがった。この重さ止めるの無理も。突っ込んじゃえよーアクセルべーったり踏んでー。中途半端にビーズのライアの歌詞持ってくんな。そして逃げるピックアップ。ハート2ファイトがアップアップ。中途半端に英語使わなくってええんやで。そしてまず追いつけないノロマトレーラー。あんま飛ばすと止まれないぞ。そして怒りが収まらないうんちゃん。
この後、放送禁止用語連発で怒鳴り続けたのでした。これは仕事のストレスに入るのか？平穏な性格なら気に求めないことだぞ。さて、左から2回合流してきますね。あのレンジローバー、もうちょっとスピード上げてくれへんかな。というか際どいぞこれ。ブレーキだ。あーもう、この押し込まれる感じ毎回怖いんですよねー。そして撮影者は切れたのか車間詰めて抗議。ブレーキ踏み返されたな。また来やがった。ってこれやばいやつ。あ、完全にぶつかったな。何がしたいんやこいつら。二人とも駅員殴ったことあるんとちゃう？すぐ切れそうな感じ絶妙だな。そして案の定というか、事故になってしまうという。バカバカしい。さて、ここからは男の戦い。場外乱闘パート2。大きいお友達のペチペチ大会開催リーパチパチ。おら、手叩くんだよ握しろよ。勝手にやってろアホども。わあ小山田急に来ましたねー。はぁ、なんなんだよ今の急ブレーキ攻撃は。ここから運転手さん暴言吐きまくり。音声流せません。現場仕事ってこういうノリで切れまくりなんですよねー。割り込みの後はガラス越しの暴言とネットへの晒し上げが待ってるかもな。場外乱闘とテレビ出演、救急車の車体験や出廷、天国ツアーもあるかもですね。物騒すぎだろ。というか最後神殿じゃねえか。さて路肩混んでますね。割り込みが怖いところ。あ、すべて刺して渾身のブレーキ。トラックのブレーキはつかない。そして誰もいなくなった。見えに応援みたいに言うな。後ろ見ない奴が自滅しただけだぞ。さて、また降りる分岐ですね。おい待て、あいつだけ合流してるぞ。って止まるんじゃねえ。うわ逃げやがったぞあいつ。こういうのって現況に限って無傷だよな。それにしても害悪なことしてくれましたね。さて、レフトランナーで上がりました。追い越し車線封鎖の煽られ運転、海外でも健在です。何もしてないのに煽られた。ドラレコ録画中ステッカー、ネットに晒し上げ。クソ野郎だな。はぁ、理解不能な急ブレーキ。なかなかの外事でした。関わっちゃダメだな。フーターリーでー、トーキーオートオーメーでー。またおじまでみたいに歌わんくってーわ。というかこいつだけおせえな。時間の流れる速さが違う。ノロノロ走られてるだけなんだよな。なんか絡んでくる普通車乗り。純粋にうざったい。そして痺れを切らしたトラック運転手。衝突コース、よし。豪快に決めやがったなぁ。危険運転したドキュンヘの報い。これは？特に何も見えないっすね。半額でね。あ、当たるやつやこれ。うごぶつけやがったぞ。しかも2発も。なんかあったのか？これはもうわからないっすね。わあ、弾き出されていった。トラックをマジ切れさせたやつの末路や。じゃあそこで合流すんのかーい。無理っす。まあ、大型トラックの前に割り込むやつの末路やな。皆さんもされないよう、急な合流には気をつけてくださいね。そして、いかにも悪い組織の奴らが乗ってそうな黒い車。随分と車間詰めるな。ヤクザに喧嘩売るようなもんすよこれ。危ねえ。今の見た？こいつ追い越し車線塞いでおきながら急ブレーキ踏んできやがったぞ。事故の誘発なのに、思い切ったことするよな。喧嘩上等ヤクザ優勝聖術。それ処世術っていうのか？言うがごとく。これって字幕でカッコつけた文字列出すなし。まったく、どうなっても知らんぞ。大丈夫大丈夫。もうそれねー。原則は安全運転。煽り運転というワードに誘発されて傲慢になったな。いや急ブレーキしたあいつが悪いやろ。さて損なったのも安全な車間を保たなかったのもあんたの過失だが。
はい、今回も見てくださりありがとうございます。ちなみに失踪した公式 LINE、システム的に勝手に既読つくらしいですが、私見てないんでお気になさらず。それいいのかよ。私の性格じゃ無理だった。でも動画は毎日出すんでよろしく。次のカーボン調でお会いしましょう。